宇宙英雄、ペリー・ローダンは、1961年に、ドイツで観光が開始された SF としては、世界最長のスペースオペラ小説シリーズ。草案作家のシノプシスに沿って、複数作家による執筆がなされている、リレー小説で、ヘフトで、週刊発行されている。2009年時点で15億部を超え、2013年時点での初版発行部数は10万2000部。 実売6万3000部。以前は複数版が存在したが、現在では初版のみの発行である。2011年に50周年企画として、リブートシリーズである、ローダンネオが開始され、本シリーズと並行して刊行されている。初代草案作家のカール、ヘルベルト・シェイヤーが表した第一巻、インターネマン・スターダストによって第一サイクル、ダイドリッテ・マクトが始まった。ここまで、 ゲスト作家を含め30人以上の作家によって書き継がれてきている。2011年6月には第2600巻が刊行された。本編の他に第2シリーズとも呼ばれたアトランシリーズ全850巻、概念とも言うべきペリーローダンポケットブックスといったサイドストーリーシリーズなどがある。2011年に50周年企画としてリブートシリーズである ローダンネオが開始され、2017年から日本語訳版も刊行されている。日本では、1971年から松谷賢治、役で、早川書房より、ドイツ版 F と2巻を1巻とする形で、早川 SF 文庫として出版、2004年5月には、第300巻、太陽系帝国の守護者が出版された。第213巻以後は、役者も、 複数体制となり、2009年6月時点で12人が名前を連ねる。2004年7月の301巻からは月間での刊行2010年1月の第368巻からは月2回の刊行となっている。2019年9月16日時点の最新巻は第600巻。読者の高齢化に対応するためか270巻より文字が大きくなり。 一行あたりの文字数は変化していないものの、一ページあたりの行数が17行と、それまでより一行減っている。一ページあたり16行しかない巻きもある。かつて、ギネスブックには、世界最長の小説シリーズとして記録されていたが、実際は、同じドイツで7年早く、1954年より、観光開始されているミステリーシリーズ、ジェリーコットンシリーズが最長で、 本シリーズより200巻ほど長い。1971年6月、アメリカはペリー・ローダン少佐をはじめとする4名の宇宙飛行士を登場させた人類初の有人月宇宙船スターダストを打ち上げた。ローダンをはじめとする宇宙飛行士たちは月面に不時着していた高度な文明を持つ異星種族アルコン人と遭遇する。アルコン人との接触に成功したローダン一行は 地球に帰還後、アルコン人の協力の下で、第三勢力を作り、列強諸国の介入や、地球の存在を知った、銀河高校種族の攻撃を退けて、地球統一政府を成立させる。やがて、超知生態、それから、細胞活性装置を提供されたローダンたちは、相対的不死を手に入れ、地球統一政府は、太陽系帝国へと発展していく。そして、 銀河高校種族の一員となった地球人類イコールテラナーは数多くの種族たちとの遭遇や様々な困難や戦いを克服しながらも大宇宙の奥深くへと進出していくのであった。本国ドイツを除いて最初に翻訳されたのはイスラエルで1965年頃に最初の4話が出版されたらしい。日本と並んで順調に翻訳が進んでいるのはフランスである。 ただし、いくつかのエピソードはスキップしている上に、最近は、いわゆる銀セボンを元に訳出しているためすべてのエピソードを網羅しているわけではないが、2007年4月現在550話あたりまで到達している。もっとも翻訳が進んでいるのはオランダであるが、21世紀初頭より通販のみの販売形態に移行したため、入手は困難になった。ブラジルは、ファンクラブが、 主体のオンデマンド出版を続けていたが、800は大、半ばで出版が打ち切られたらしい。アメリカもまた長い冬の時代を経験している。21世紀初頭に、外伝のレムリアポケットブックシリーズが英訳され、今後の動向が注目される。この内容は2008年5月30日改定のウェーブに基づいている。ありがとうございます。